パルナッソスさんは、中央ギリシャ、コリンティアコス湾の北、デルポイの上にそびえる、不毛の石灰岩でできた山。頂上からは、オリーブの小立ちと、田園風景が展望できる。ギリシア神話によると、この山は、アポローンとコリキアンの妊婦たちを祀っていて、ミューズたちが住むという。また、ドーリア人たちにも愛されていた山だった。 パルナッソスという名前は先イコールギリシアの奇想言語に由来するものと見られる。ソスは地名に用いられ、パルナマイナスは言語的に同じルーツを持つ筆体と語で家を意味するからである。パルナッソスさんは妊婦のクレオドラと人間の男クレオポムポースの子、パルナッソスに由来している。そこにはパルナッソスが長だった都市があって土砂降りの雨による洪水に見舞われた。 市民たちは狼たちの遠吠えで危機を察し、山の斜面に避難し、難を逃れた。生き残った者たちで新しい町を建設し、ーレ令アと名付けた。ギリシア語で、狼の遠吠えを意味する。デルポイの神託によって、アポローン神を祀った。それで、山自体もアポローンと関連付けられるようになった。いくつかの伝承によると、パルナッソスさんは、 カスタリアの泉があったところで、ミューズたちが住んでいると言われるが、別の伝承では、その栄誉は、同じ山脈にある、別の山、え、離婚山のものになっている。ミューズたちが住んでいることから、パルナッソスさんは、詩、音楽、学問の発祥の地として知られるようになった。ギリシア神話では、他にも異なるいくつかのさほど重要ではない出来事の、あった場所とされている。 さらに、ベレロポーンの天馬、ペーガソスが住むところ、とも言われている。ニコラプスさんが描いた、アポローンとパルナッソスさんのミューズたち文学の中で、パルナッソスという名は、通常、詩、文学、学問の発祥の地として、言及されている。例として、そのような作品を以下に、いくつか挙げる。19世紀フランスで勢力のあった詩の雑誌、現代高等詩集からは、 一貫した文学のスタイル、いわゆる高等派という言葉が生まれた。それは、ロマン主義と象徴主義の間に位置するものであった。ジョン・ファウルズの魔術師では、パルナッソスさんは、二組の元恋人たちの旅の目的とされている。ベラルーシの国民的女女子誌に、タラズ・オン、パルナッソスというものがある。エドワード・オールビーの戯曲、バージニア・ウルフなんか、怖くないでは。 パルナッソスが言及されている。ルイーザ・メイオ・オルコットの若草物語の最終作、第4、若草物語で、エイミーとローリーの家は、パルナッソスと呼ばれる。二人が若い苦労人の芸術家たちを援助したからで、ある。さらに、クラシック音楽の中にも、パルナッソス山にちなんだ作品がたくさんある。例えば、オラーツヨーベッキの、ランフィパルナスソ、カルロス・ハッカルトの、 パルナスさんの調和、フランソワ・クー・プランの鳥をそなた、パルナス3、または、コレッリ3、ヨハン・カスパール・フェルディナント・フィッシャーの、音楽のパルナスス・山、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの、パルナスさんの祭典、クリストフ・ビリバルト・グルックの、混乱した、パルナス・山、ムツヨ・クレメンティの練習曲集、グラドゥス・アド・パルナス・スム、そしてクロード・ドビュッシーの組曲、子供の両分の、 1> 第1曲、グラドゥスアド・パルナッス・ム・ハカセ。美術においては、パウル・クレイの代表作の一つに、パルナッソス・山映画またラファエロによる、フレスコが、パルナッソス・山がある。パリのモンパルナス地区は、ギリシャのパルナッソス・山から名付けられたが、確かにたくさんの、詩人たちがそこに住んでいる。カリフォルニア州サンフランシスコのパルナッソス・アベニューにある。 カリフォルニア大学サンフランシスコ校という CSF メディカルセンターのメインキャンパスの名前もまたパルナッソスである。現在、パルナッソス山の斜面には、ケデリアとフデロカという2つのスキー場があるザ・パルナッソズスキーセンター。共にギリシャで最大級のスキー場である。また、ジェロントブラホースと呼ばれる小さいスキー場が、ケデリアから尾根を越えたところにある。 パルナッソスはあり余るほどの貿易サイトに恵まれ、採掘されている。フデロカでは、スキーリゾートの建設が1975年に着工し、1976年に竣工した。この時で、最初の2機のドラッグリフトが運行を開始した。ケデリアは1981年に竣工した。1987年から88年のシーズン、2つの スキー場を結ぶチェアリフト、ヘルメスが運行開始。両スキー場は拡張を続け、1993年にはギリシャ発の4人乗り高速リフト、名付けてヘラクレスが設置された。現在は、リフト14機、4シーターのケーブルカー、4人乗り高速チャリフト、4機の3人乗りリフト、1機の2人乗りチェアリフト、さらに6つのドラッグリフトが、 最大1時間5000人の人々を乗せて動いている。スキー場の自慢は、全長3 0トルロンゲストラン4トルに及ぶ25のゲレンデと12のスキールートである。ありがとうございます。